はどこやったのかわからんがね。まだよ。あ、そうなの、うん、結構だから離れてるね、駅からまだ。小田原から箱根湯本行くぐらいの距離は箱根。うわうわぁ、綺麗。うわぁ、綺麗。すごいね。お弁所調査係川原直明さんを迎えします。お楽しみに。東京ガスプレゼンツゲストでダバダ。このコーナーはあなたとずっと今日よりもっと東京ガスの提供でシスタービューしたよ。東京ガスのアメトゥデイ。室内でガスを使う時のお願いです。覚えておいてほしいお話なので、あと30秒ほど耳を傾けてくださいね。ガスコンロや小型湯沸かしなどのガス器具を使うときは、必ず換気扇を戻すか窓を開けてください。そうなんやったら。もう一つお願いです。もしも火が消えるなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。最後でもう一度、ガスをつけたら必ず換気。安全にガスをお使いいただくための東京ガスからのお願いでした。東京ガスの安全トゥデイ。昨日彼氏に言われたんです。僕がご飯で君は佃煮さって。一瞬嬉しかったんですけど、よく考えてみると、確かに佃煮はご飯と合うけど、ご飯は何にでも合うんですよね。料理は時々哲学的。東京ガス。それでは今日のゲストです。葛西臨海水族園調査係川原直明さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三水の川の川原さん、はい、正直の直に明るいで直明さん、川原直明さん、ね、葛西臨海水族園といえば3年前のマグロの騒動ありましたけど、どうなりましたか。はい、あの時は皆さんにご迷惑というか、申し訳ない。